はいどうもプヤンです。今日はですねロシアのモスクワ空港に来てます。ロシアのですねモスクワ空港からですね、モスクワ市内に、空港快速あるんですね。成田でいうとスカイライナーみたいなもんですね。ちょっとねそれを見てみたいと思います。モスクワの空港は結構やっぱりセキュリティが厳しいですね。結構ね自動小銃持ったね兵隊がいたりしてね、ちょっと緊張感漂ってますね。ご覧のように、はい、ご覧の通りですね自動小銃を抱えた兵隊がいますね。これねもういきなりズダダッとこう撃たれたらひとたまりもないですね。はい、ですね空港のターミナルからずっと、歩いてくるとですね、このようにあの空港ターミナル駅がありますね。結構お客さんがもう並んでるようですね。駅の中にもいろいろ面白いものがありますね。すごいこれ、コンタクトレンズの自動販売機ですね。使い捨てコンタクトですかね。こっちはですね携帯電話とか、充電器とかの自動販売機ですね。すごいですね。携帯の端末ここでいきなり買っちゃうんですかね。まあこれ空港からですね、約35分で、市内に出れるようです。まあ本当にねこれね直行便で、1本で到着するみたいですね。もう本当市街地のど真ん中まで、走ってるんです。でまずですねここで、チケットを買いますね。ですねちょっとね乗ってみたいところなんですけども、今回ですねちょっとロシアはトランジットなんですね。なんでモスクワ空港から、出るのはあんまりよろしくないらしいんですね。というのはそのロシアの国内の事情で、確かねバウチャーっていうのを持ってないと、あんまりこう市内をうろうろしたらいい、旅行の日程みたいなものを書いたチケットがあるんですけれどもそれを持ってないと、ちょっと問題になることがあるんじゃないかということで、ちょっとね今回はね乗るのは控えたいと思います。ただね中をちょっと見てみたいと思います。お、電車が2編成止まってますね。かっこいいな。レッドトレインですね。アテンダントさんも結構美人ですね。こうなんかチケットを買うとバーコードがあってこのバーコードをかざしてそうするとこのゲートが開いて中に入れるみたいですね。結構かっこいいですね。名前はですねアエロエクスプレスというみたいですね。今ちょっとアナウンスがありました。なんかよくわかりませんけれどもフォトグラフは撮っちゃダメだと言ってちょっと怒られちゃいましたね。ということで退散したいと思います。多分ねモスクワはねテロがあったりしたんでねちょっとセキュリティが厳しくなってるのかもしれないですね。やっぱり自由にね鉄道の撮影とかできる国ってね日本が一番だと思います。海外に来るとねやっぱそういうのはちょっと気をつけないといけないですね。